はい、それではバイオハザード続きやっていきたいと思います。前回は犬を倒したり、鍵をね、鎧の鍵を手に入れたりして終わったというところなので、今回は鎧の鍵の扉をどんどん開けていく感じですかね。じゃあちょっと探しましょうかね。っていうか、前回最後の方に倒した爪の長いゾンビ、あれなんかちょっと違うやつだったらしいですね。なんかトロフィー獲得してました、後で見たら。そしたら確かここら辺に鎧とかありませんでした。赤兜でした、すいません。ということで、ちょっと鎧を探します。ここ鎧でしたね。それじゃあちょっとお邪魔しますよ。ちょっと嫌だなぁ。ちょっとというかかなり嫌ですけど、今どこにいる？私は今どこに？あ、外からのアングルなんですね。いや、開けてないで閉めましょうよ。これ出なきゃダメですか？いや、しかしこれは大丈夫か。いや、そんなことは。あっと、その前に今テーブルに何かありました。何ですかこれは。やったぜと言おうと思ったら持てないので、ちょっとアイテムを整理してからここに行きましょう。おや、なんか見慣れぬものが置いてありますが、これは一体。これ以上持てません。いや、そうなんですけど、 なぜこんなところに。進むと急に現れるもんですか。じゃあインクリボンは預けて、これもエンブレムもまだわからないので一旦預け、こんなところですかね。ちょっとてか弾もあるし、いいんですかこんなに。取ります。取って取って、おいおい、インカ30発ももらって、でこの箱は何ですか。ショットガンの弾を、まあとりあえずボックス内に放り込んでおく分にはいいので取っておきましょうか。どっかにショットガンがあるということですね。じゃあショットガンの弾一旦眠っておいてもらって、これ取らないと消えるとかないですよね。なんか心配なんで取っておきましょう。イエス。よし。じゃあ、どこかの誰かの支援を胸に戻りましょうか。よし、戻ってきたので。まずはこのマガジンをいただいて、いただけない、取ります。よし、45発は心強いぞ。でここはなんか植物がいっぱいありますね。観葉植物が送られている。長椅子を棚代わりに使っていたらしい。うん、おっと、なんだ、ブラボーチームのフォレスト、全身に何か書かれておるの、一体何。あ、字幕はめっちゃあるのにセリフは一言。ブラボーチーム、こんなところで何をされたんだ。一気に奥に行くのがちょっと怖くなり、クリス君も震えているが、フリース、動くな。こういうことがあるから2個くらい。なんですか、なんですか、なんですか。いや、なに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 、お前か、お前か、ブラボーチーム、ブラボー。なんか容赦なく言っちゃったんですけど、いいですか。
ブラボーですか。よしよしよしすまんな、ケツを刺しちまったぜ。これはこれだけですか。あとはこのハーブがある。いや取ってきたいけど、取ってきたいけどどうなんだ。でもいらないといえばいらない。救急スプレーもありますしね。ここでもこれ燃やさないとまた来た時に復活しちゃいますよね。困ったな。でも逆にここ、これだけですか。じゃあよしとしましょうよしとします。したらば、なんか、いや気のせいでした植物の配置が変わってるような気がしたんですが、ではここはもう他に出入り口はなしと。はい、じゃあ別の鎧ですか、鎧の鍵を探しましょう。確かここそうじゃなかったかい。ここは鎧ですね。しかしこんないかにもなところに入っていいのか頼むからビビらさんでくよっていうのはバイオやって、何ハリーポッターで見たんこれは近寄ったら死にますか。あなたは眠れる重視。そしてあなたは眠れる重視。なるほど。ここは眠りを妨げるものに制裁を。スイッチがある。押しますか。やめてまーす。やめまーす。押しません。その前に、これを見ましょう。くぼみに何か置かれている。格子があって手が届かない。押すべきか、押さざるべきか。押しましょう。たまにはね、冒険も必要ですか。おうおうおう、これはやばいやつですか。毒ってやつですか。あれ毒状態って、あ、なんか普通に食らいましたね。これも中に戻ったらまた毒ですか。あ、戻りましたねさて、じゃあ普通に押してもダメということは分かりましたが、眠れるし、これ動かせたりはしないですね。じゃあちょっとここは後回しと。ここは、あ、ここも鎧の鍵でしたね。どうなっているでしょうか。おう、ハーブのセットがありますね。でしか、これは壁に引っかいた傷が残っている。腐ったやつらの仕業ではないようだ。腐ったやつらね。この先はまずそうですか。あ、まずそうというか行き止まりではあるが、どうなんでしょうか。ちょっと行ってみましょう。こんにちは。なんだこのアングルは。やめてくれ、怖いから。これはなーに。救急箱、なんか良さそうなアイテムをもらってしまった。いいんですか。
棚の上や引き出しには何もない。はい、ベッドを横切るように足跡が残っている。やめてくださいよそういうことを言うの。あ、なんかあったぞ。古びた鍵か、取っておこう。お、インクリボンもあるがちょっと今は取れないです。後で取りに行きます。誰かが急いで何かを持っていった形跡がある。うん、ここは、お、なんかある。あ、グリーンハーブか、こんなところに。じゃあ一旦整理しますかね、物をね。整理といっても救急箱、救急箱って何なんですかね。あれですか、緊急で使ってくれたりするんですか。調べる。特に変わったところはない。はい、使って使っちゃったらあれなので、こっちは古びた鍵を使えば開けることができると。一応使っときましょう。はい、で行きますか、行きますのか。まあ行っても大丈夫そうな。いや、でも古びた鍵はだいたい今までゾンビがいたんですけど、どうですか、大丈夫ですか、元気ですか。これは何、水槽から生き物の匂いがする。何を飼育していたのだろうか。うん、ある研究員の遺書を、遺書だということですが、手紙が挟まれている。うん、僕の愛しいアルマへ、この手紙が届いたということは僕にとっては喜ばしいことであり、そして悲しむべきことでもある。うん、あのサングラス野郎のせいで君と電話で話すことすらできなかったんだ。お、サングラス野郎、なんかそう言うとね、ウェスカーが浮かんできますけど、どうか落ち着いてこの手紙読んでほしい。うん、僕がある製薬会社の研究所にスカウトされ、そこに移ったことは事前に、あ、じゃあ前に話したと思う。うん、実は先月その研究所で事故が起こって研究中のウイルスが漏れ出してしまったんだ。うん、ウイルスに感染した僕の同僚はみんな死んでしまった。いや、正確には死んでいないかもしれない。うん、なぜなら彼らは今も歩き回ることができるし、現に何人かが今僕の部屋のドアを叩いてる。ひえー、ここで書いたんですよねこれね。でも彼らの瞳にもはや知性の光はない。うん、あの呪われたウイルスは人間の脳から人間らしさのすべて、愛も喜びも恐れもジョークも永久に消し去ってしまうんだ。うん、そしてアルマ、君と過ごした日々さえ。そうなんだ、僕は感染している。あらゆる手を尽くしてみたが、病状の進行を数日遅らせるのがやっとだった。君が僕の中で日に日に失われていくのが僕には何より耐えられない。うん、だから僕はこのまま生ける屍になるよりも安らかな死を選んだ。1時間後には僕は二度と覚めることのない眠りについていることだろう。君が僕のこの決断を分かってくれることを切に願う。さよなら、君を永遠に愛する、マーチン・クラックホーン。ということで、研究員の方の手記が、というか遺書が残っていたと。なるほど、容器に虫の死骸がたくさん、やめてください、そういうのは。なるほど、ちょっとこの世界のちょっとね、昆虫標本が飾られている。標本の下にスイッチがある。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。こっちはなんか割れてますね。いや、なんか、釣りに使うルアーが並んでいる。いや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 、ここもアイテム欄開けてないとあれですね。ちょっと何かありそうなんで、じゃあアイテム欄開けて戻ってきます。よし、戻ってきたのでちょっと虫をいじってみましょうか。蜂の標本取りますか。こっちは何もなさそうだったんで一旦取りますか。あとはルアーが並んでいると。で、問題はこっちです。はい、蜂のルアー、あ、こっちルアーだったんですね、ちゃんと見てなかった。取ります。昆虫標本が飾られている。標本の下にスイッチがある。ちょっと待ってね、絶対やばいでしょ。
こういうのは、これをこうして、待ってね私は慎重に行きますよ。ルアーを、こっちにやればいいのでは？どうでしょう？あ、違います。取りません。で、このまま、標本の下のスイッチを、イエス。あれ？何か標本と関係があるのか。こっちは取っておかなければいけないということですか？イエス。で、こっちを取る。はい。取った状態で押すと何も起こらない。うん。あれ？蜂の標本を使って、これで押すと、あれ？ダメだ。まだ何か足りないのがある。あ、違います。ルアーはルアーにやっておいて、こっちは容器に虫出しがい。あ、これか。あれ？釣り針取ります。いろいろな釣り針が並んでいる。鍵付きのケースが入っている。中には生物学のレポート。うん。釣り針が並んで、全部取らなきゃいけないのかな。そうすると、ちょっくら足りないわけだが、釣り針はルアーと、もしかして組み合わせられるのか？これの、ルアーを取って、これと、これを、あ、いけました。で、これは、蜂の形のルアー、針はついている。これを戻せばいいのかな？えい。お、なんか、カチャって音がしました。じゃあ今度はこれは取らずに、イエス。お、来ましたわ。これなんですか？え？ちょっとでかくないですか？あんた。そんな倒し方で。ちょ、待って。いや、これはね、切ったら勝てると見たね。はい。おっしゃ。よっしゃ、来いや。来い。来いや。ちょ、死ぬ。よし。いいぞ。お、やったか。やったっぽいっすね。いや、やはりナイフは最強でした。よし。で、これを今度こそ、ウィンドクレスト。なんでしょうか。まあでもこれでこの部屋でやることはなくなったのかな。あ、グリーンになりましたね。よし、じゃあこれを持って帰りましょう。よし、そしたらば、また鎧で赤くところを探すか、どうするかですが、とはいえ、ここがね、ここがの謎が解ければ話は早そうなんですが、眠れる重視、眠りを妨げる者には制裁を、押しません、毒が出るので押しません。
くぼみに何か置かれているが取れない、うん、まあ何か持ってくるしか、え、なんだ、あ、押せる、あ、押せるけど押せない、あ、戻せる戻して戻すと、お、お何ですか、どんなシステムですか。じゃあこれを戻すと2つが出る。あ、なるほど、全部うまく押し戻せたら大丈夫ですよということですかね。今これを押し戻したらこれ2つが出てきて、これを押しても何も起こらなかったので、これはもう一回押しても大丈夫。あ、違うわ違います。これは迷うやつですか。これを押すと、お、できたということはこれで妨げなければ開きますと。なるほど、いやそれは分かりませんわこれ取れる、奇妙な箱が置かれている、取りますか。はい、よし、何か起こる前に出よう調べるのは出てから。よし、で、箱を調べる。別個スイッチがある。これさすがに毒出ないですよね。ん？なんかついた。あ、ライトがつきました。ここを押したらこれついたみたいな感じですか？そうすると太陽と月の模様が描かれている。太陽が輝くとき我は目覚めんとプレートに書いてある。うん、今じゃあ太陽側のハートが片方光っているので、おそらくこれを押せば開く。びっくりした仮面、あ、なんかこれ鼻とか目とか口がどうこう言ってたデスマスクですよね。でデスマスクというと、あの地下で見たやつが思い浮かべますが、どうなんでしょうか。なるほど、じゃあこのデスマスクを持ってちょっと地下にでもこんにちはしてみますか。使わないとアイテムもたまってく一方なんでね。じゃあちょっと地下行ってみますか。さあさあさあ来ましたが、果たして合っているのかというかこんなん絶対あの封印されしエクゾディアがね復活するパターンだな。これは目に穴の開いた石像、これは目鼻口に穴の開いた石像、こっちは鼻に穴の開いた石像で、これが口に穴の開いた石像で、持っているのがこれ目鼻口が封じられているので、ここにやればいいのかな。えい、どうですか。あー、封印が一つ解けましたね。なるほど、じゃああと3つ3種類集めるとね、この封印さらしものが目覚めて、ちょっとクリス君にとってはあまりよろしくないことになりそうですが、なるほどね。じゃあ引き続き仮面集めとシャレ込みましょうか。ここに鎧の鍵使えましたねそしたらというかね、道中ゾンビに襲われたりして
ハーブを使ってしまったんですが、ここはどこですか。なんか行き止まりの部屋っぽいですが、何でしょうか。カラスっぽい鳴き声が、黄色のステンドグラス、腕輪をつけた勇者の絵、スイッチが、ちょっと待ってくださいタイトルが記されている。3人の魂に真実の光を、うん、これは赤いステンドグラスに、首飾りをつけた賢者の絵、スイッチがある、待ってくださいでこれは、カラスが怖い黄色のステンドグラスに頭飾りをつけた聖者の絵、スイッチを押しますか、ということですが、こっち側どうなってるんですか。っていうか、ちょっとこっちを装備しておいてくれ。これは3つの魂に守られたリサ、頭と首と腕の装飾をつけた女性の絵、絵の下にスイッチがある。いやいやいや、つまり頭が緑ということは、頭はこの人でしたっけ。スイッチ押しますか。イエス、緑になった。うん、で腕赤、この人でしたっけ。腕は違います。首はあれは紫か。あ、なりました。でこれを赤にすればいいのかな。イエス、あれや違います。あ、これは、いや、どうなんだ？緑にしてから押すとか、そういう感じ。あれ、でもこっちは押すと赤。あ、オレンジですか。で、これにより、これを押せば、なんとかなるのでは？なんとかなりました。外じゃん、やだ嫌だが、まあ一応大丈夫だと見た。あれ拾えない。お、出たな、デスマスク2枚目ですね。これは口の部分が封じられているデスマスクと。うん、なるほど。ここは、なるほど。これは、古びた鍵を使うと開けれる。開けます。ここを開ければ、あれですか、中庭っぽいところに行けますね。なるほど。で、これで、デスマスクを、はめていこうということですかね。まあまだね、2個なんで出てこないでしょう さらそろと言って、これが目に穴ではなく、これははめたやつで、これがあれれおかしいぞ、調べられない。はい、鼻に穴ってことはこれですか。口に穴で、口が封じられたのをここにやればいいんですかね。ガション、いやもうこれ出てきてもおかしくないっていうか、出てくるんですか、やめてくださいよ。セーフあれですね、黒ひげ危機一髪をやってる気分ですわじゃあ次の仮面目指していきましょう。あ、ここも鎧でしたか。で、しかしまだ使い切れてはいないので、さあ今度は何がある。見えないぞ部屋の形をまず見よう。何か段々の部屋ですね。おっと、お、誰。あなたはアルファチームのクリスだ。君たちを助けに来た。あ、ブラボーチームですか。リチャード、おい、どうしたんだ。リチャード
ここやばい。ああもう分かってます。逃げた方がいい。もう特に犬がやばいっすよね。あちこちに。ダメ、喋らないで。どうやら毒蛇に噛まれたみたいなんです。毒蛇、蛇がいるんですか。でもその傷口がものすごく大きくて。あれはただの毒蛇なんかじゃねえ。化け物だ。血清がいるんです。でも別の部屋に置いてきて。血清があるんですか。俺が取ってこよう。急いでください。待ってろ、すぐ戻る。オッケー。